こんにちは、というかこんばんは。一個前の動画で食材を買ってきた紹介をしてるんですけども、その日の続きの動画です食材を調理したものをね、食べながら一人でスパークリングワインをね、ちょっと飲みながらおしゃべりしていこうかなっていう動画を撮ろうと思っていますので、ぜひお付き合いお願いします。何かのタイミングで飲もうと楽しみにしてました。飽きそう。いきますよ。音聞こえるかな。おぉ、開いた。お祝いだから、私無事に42歳になりました。42歳だよ。はい。では乾杯。私自分に乾杯いただきます。結構これ度数強いのかな。 11%。 まあまあだね。くびくび飲みすぎると危ないかもしれないけど、じゃあ今日私が作ったのはじゃがいものガレットに、この間イベントで買ってきた赤玉ねぎのスライスを乗っけてみました。チーズも混ぜたからね、絶対美味しいと思うの。あとね、ブロッコリーと人参と玉ねぎと、あとね、買ってきたシラスをペペロンチーノ風味にして和えたグリルです。で、こちらが豚バラ軟骨と、ゆで卵、大根を煮込んだものですね。甘辛く煮込んでみました。これだけ和な感じでやってみました。じゃあいただきます。いや、ベジファーストだよね、やっぱりね、こういう時はベジファーストだよね。じゃあブロッコリーからいただきます。いただきます。うん、おいしい。うん、うん、ペペロンチーノ風にすると何でも美味しい。うんね、最近のおしゃべりってことなんですけど、ちょっと私7月からですね、運気が良くなかったの。運気が良くないっていうか、まず体調を崩しちゃったんですよね。夏風邪をこじらせて、やっと今って感じ。そのせいでやりたかったことができないっていうジレンマに陥っちゃって、ちょっとしばらく動画も出せてなかったじゃないですか。動画出せてない理由も、もちろん具合が悪いっていうのもあったし、声がね全然出なくなっちゃって、まあ、出るんですけどすごい咳き込んじゃって、で動画撮ってる間も声も張れないからもう無理だと思って諦めちゃったんですね。これまだ体調いい時ね。で、体調が悪くなる直前に私のもともと使ってた iPhone が壊れたんですよ壊れて充電ができなくなったんですね。で、充電ができないことによってほぼほぼ完成だったの。ほぼほぼ完成で、音調整とかをしてやればもう上がるっていう風になってた時だったのに、その前の iPhone に残ったまんまダメになっちゃったんですよ。で、私の中でそれがすっごいショックで、割と手間をかけて作った編集だったんで、もうすごい気分が落ちちゃって、しばらくもうやりたくないってなっちゃったんですよね。 YouTube も撮りたく、動画も何も撮りたくないし、何にもしたくないし考えたくないみたいな。7月後半の私はだいぶちょっとなんか闇でしたそう、闇だったの。会いたかった友達と会う約束もしてたのに、体調も優れない、 iPhone も壊れて連絡も取れない、で欲しい新型 iPhone はどこも在庫切れみたいな。で、そんなのが続いてどうしようってなってたんですけど、またこの前の動画ぐらいかな、篠島に行った動画を上げてるんですけど、それでねちょっとなんか変わったの。本当は病み上がりだったし、そんなものにね行ってる場合じゃないよ私と思ったんだけど、いやでも約束したし行きたいしってなんか思えて行ってきました。
そうしたらやっぱりね、自然に触れるとか外に出るとか人と話すとかそういうことをするのはものすごく大事で、あの私にとって活力なんだなってものすごく感じたんですよね。でやっぱり本物のクリエイターの2人になんかパワーをもらえた気がして、そっから私またねこう動画撮ってアップしたいっていう欲がふつふつと出てきたんですよ。だからあの時間はね、本当に何か私自分自身を取り戻せたなと思えてて感謝してます。ありがとう、もし見てたらありがとうそうなの。だからそこからやっと持ち返して、8月はね私結構ポンポコポンポコ動画アップしてるんですけど、だからねできなかった7月の分を取り戻すようにやってます。それ嫌なこと誰にでもあるけど私にもありますよっていう感じです、もちろんね職場のね仲良しの子にもめちゃくちゃ声かけてもらって気遣ってくれるし、優しい言葉とか励ましてもらったりとかして、私ヘラヘラしてちゃんと受け答えできてなかったかもしれないけど、本当に実は泣きそうなぐらいめっちゃ嬉しくて、私あんまりねそんなにあの体調崩すタイプではないのに急に仕事休んだりしてね申し訳ないなっていう気持ちしかなかったのに、無理しないでとか辛かったらもっと休んでてもいいんだよとか、みんな忙しくてすっごい大変なのにそんなことばっかり言ってもらえてね嬉しいなって思ったんですよ本当に。そう、そういうなんかね人のあったかさとか尊さって言ったら大げさかな、でもねそういう人とのつながりは本当に大事なんだなっていうのを感じた機会でもあったので、あ、病気になるのも悪いけど、あのそういうことを感じられる機会としても与えてもらったのかなと、いい方向にね、もう何なのこのポジティブみたいな感じですけど、そういう風に捉えて、まあいい経験をしましたね私みたいな。そうそうそう、あの新しく年をね重ねる前にいい体験をしたわね私と思っています何の話って感じだけど、本当にあの私のごめんなさい最近の振り返りみたいな感じですけど、ね、こういう話するとねダメなのよ、年取ると涙腺弱くなるって本当ですね。私もともと泣き虫だけど本当ちょっとしたことですぐ涙が出る。はあ、ガレット食べようガレット食べよう、チーズを混ぜたから絶対美味しいと思うのをカリッカリにしました。どうでしょう、美味しくないわけがないよね、めっちゃ美味しいよ。みんなもやってみてください。ガレット、じゃがいもをスライサーで薄切りにしてそこから千切りにして、あの水でさらしたりとかしないでそのままオリーブオイルで温めたフライパンにザザザーって入れてギュギュギュって押して、まあよかったらチーズとかね塩コショウ振ってもらって何回かひっくり返したりとか繰り返すだけでできます。ほんと簡単。うん、まああとね一個ねお伝えしておこうと思うんですけど、ちょっと前のこれをまたね振り返っていただいて、まあ見てない方はあれなんですけど、もし見てらっしゃる方がいるのならいけないなと思ってお伝えしておきますけど、購入品とアルバム制作動画を出してるんですね。その中で私旅行に行くって言っていて、で旅行に行った時にお渡しするためのアルバムを作っていたんですよ、その動画でプレゼントのね。その旅行キャンセルになりまして、だから行ってません、旅行に行ってないので、本当だったらね旅行 Vlog を撮る予定だったんですけどそれが出せないので一応ご報告しておきます。残念、行きたかったんですけどね、まあ、しょうがないんです、すいません
では続いて豚バラ軟骨食べたいと思います。見てこれ、見た感じトロトロでしょ。いただきます。軟骨の骨の部分がねちゃんと歯が通る。おいしい。でももっともっと煮込んでもよかったかも。全然歯は通るけどゴリゴリ感が残ってるからもうちょっといってもよかったかな。これいやだ、これ美味しい。大根もいい色でしょ。美味しい。どうしよう、この動画めっちゃ長くなっちゃうかもしれない。ごめんなさいね、めっちゃ長かったら。今カメラ止めてねぼーっとしちゃったから、そしたら私多分ね撮らなくなっちゃうから今戻しました。何の報告。最近私がハマってるアニメの話でもしていいですか。私もともとアニメ大好きで、まあ、私のことを知ってる人は当然ご存知だと思うんですけど、私昔は声優になりたくて養成所に通っていた人間なんです。なのでアニメはねすごい大好きで、たまたま職場にアニメが好きな女の子がいて、ちょっとねちょっとそんな話をしたの。本当にさ触り、なんかこんなアニメ見てるんだよねとか、なんか好きなんだよねとかって話をちょっとしたら、すっごい私の好みのねアニメをポン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 と教えてくれたんですよ。で見たの。そしたらね、どれも良かった、すっごいどれも良かったんだけど、一本今ちょっとね本当にドハマりしちゃったのがメイドインアビスって、みんな知ってますか、メイドインアビスっていうアニメ。私全然知らなくて、ちょっとばかし遠ざかっていた時期があるわけですよ。アニメから好きなんだけどね、見るとハマるの。なんだけど何が面白いか、何が私をワクワクさせてくれるのかって分かんなくって、ちょっとばかしこう遠ざかっていて、で最近また YouTube でなぜかおすすめ出てくるのよねっていう作品をねちょいちょい見てたわけですよ。バイオレットエヴァーガーデンとか、あれもね私全部見ましたけど、なぜ YouTube のこう私のおすすめに上がってきたのでしょうみたいな、私をなんか泣かせたかったのかなみたいな、なんかそんな感じだったりとか、割となんていうのかな、正統派なアニメ、ラブストーリーとか、ちょっと一癖二癖三癖もうなんか10癖とかあってもいいぐらいのアニメがどうやら私は好きらしいってことが最近分かったんですけど、まあ、メイドインアビスはねすごい、ものすごい私好みです。あれやばい。やばい。ストーリーとかはね、検索していただければ、ウィキペディアとかね、いろんな Google 先生とかが教えてくださると思うんですけど、まあ、最近ね、第2期が始まったんですよ。もう結構前に1期が終わっていて、その第2期が始まる前のタイミングで私はそのアニメの存在を教えてもらったんで、急いで検索したらアマプラにあったんで、アマプラで全部バーって見たんですよ。もうすぐ見たので、第1期見終わりました。で今度第2期始まりましたってなったら、第2期に出てくるねキャラクターの中でワズキャンっていうのがいるんですね。ワズキャンっていうキャラクターがいるんですよ。まあこれね、どしがたい。どしがたいっていう言葉、皆様検索してどしがたい。声を入れてるのが平田博明さんなんですよ。私平田博明さん大好きで、もう大好きで、誰の声かなって想像したい方はワンピースのサンジの声を想像してください。私はもともとサンジも好きですよ。サンジも好きですけど、サンジの前に出会ったのは海外ドラマの ER のカーター先生っていうキャラクターの声で、私は平田博明さんの声に出会って、そこからもうすごい大好きなんですけどっていう、もうなんかオタク全開な感じの会話をしてますけど、気にしないで。もうね、ワズキャンの声が平田博明さんだったっていう時点で、
もうそれだけでもね、私は十分楽しんで、耳が幸せ、耳が幸せ、本当に。そう、それでね、主人公たちと敵対するね、まあ、悪役的なちょっと敵対するキャラクターのね、ボンドルロっていうのがいるんですけど、その声を当ててるのもね、森川俊之さんっていうね、大好き大人みたいな、平田さんも森川さんも大人みたいな声が出てくるわけですよ興奮しすぎ。ちなみに森川さんの声を想像したい方は、吹き替え版の、トム・クルーズを思い浮かべていただいたら、それが森川さんの声です。アニメ版で、想像したいよっていう方は、鬼滅の刃の親方様だったりとか、そんな、ね、なんかね、大人の声のね、素敵男性がね、いるアニメってなったら、もう見ないわけにはいかないよっていうところで、私はね、今すごい楽しませていただいています。それ以外にも、そのね、その彼女がね、なんか私のね、ツボをね、心得ているのね、本当に。王様ランキングとか、大人の男たちがこうバトルし合うような、そんなアニメかなと思ったら、もう全然違う、超ハートフルで、毎回泣けるから、あのね、Amazon プライムで見れるので、もしよかったら皆さん見てみてください。どっちも見れる。メイドインアビスも、王様ランキングも見れるので、もしよかったら見てください。王様ランキングは、まあ、あんまネタバレになると私ダメだから言わないけど、ひたむきさとか、あの謙虚さとか、頑張る姿とか、人前で泣かないで一人でひって泣くとか、そういう姿を出す主人公なんですよ。それをね、みんな知らないの。周りの人は誰も知らない。そんな風に頑張ってる姿なんて誰も知らない。その子一人で頑張ってるの。主人公ですよ。主人公って大体みんなが助けたり支えたり守ったりするでしょ。違うの。その子一人で何もかも全部一人で抱えて何とかしようとする姿をアニメでご覧ください。だからね、アニメはいいものですよっていう話で締めくくっていいですか。最近の私の楽しみです。その他ね、もしもね、これいいよあれいいよっていうアニメがあったら教えてください。教えていただいたらすぐ見るんで。もうおうち時間が好きすぎて、最近はそんなことばっかりやっておりますが、皆さんもね、自分の好きなことを好きなようにやればいいのです。私もそうする。もうご飯とお酒を楽しみながら過ごそうと思います。ごめんなさい、今日はね、私のね、ダラ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 喋りたいことをダラ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 喋って過ごす、もうね、ちょっとごめんなさいね、多分半分私は酔っ払いの動画でした。あなた面白いわねって、楽しいわねって、そのアニメ気になったから見てみようと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では今日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。